皆さんこんにちは。今日は私が持っている靴の紹介をしていきます。初公開の玄関画角ですね。軽く私の玄関紹介をします。軽くね。そう、私最近香水つけなくてヘアミストなんでこの辺使ってないんですけど、足元とかちょっと振ったりとか、あと旦那が私のなのに旦那が使ってるやつとか、マスク時代には使ってたマスクのミスト、あと最近レゴをハマってて、レゴをいっぱい置きたいのよお家に。なんだけどこんだけしか今はないレゴたち。この子たち可愛いでしょなんで甘いか知らないんですけど、あのウッディと女の子、まあ、この辺はルームツアーで紹介するんだけど、紹介したくなったので紹介してみました。これ旦那のコーナーで、ここが私の靴たちっていうか空き箱と夏物か。夏物ってほど私夏の靴ないんですけど、あとここがガッちゃんの靴多すぎて、ガッちゃんコーナーでしょ。でここはガッちゃんが届く範囲の最近よく履いてるガッちゃんの靴たちで、ミニサンバ、旦那とお揃いなんですよ。汚ね旦那サンバ汚ね、最近やのに。あ、これでも私こう揃いなんですね。息子と3人でたまたまお揃いとかがあります。でここに私のブーツ、ロングブーツを折りたたんでね、汚いねやってるんですけど、基本は、あ、ここにも私の靴がありましたここにも私の靴があるでしょ。なんですけど基本はこっちが私の靴入れです。少ないよね。でもこれ旦那のだしということで、一足ずつ紹介していきます。靴初公開なんですよね。こんなに YouTube してんのに後ろ映るの恥ずかしくない？まず私が今履いている靴を紹介したいんですけど、これ一番最近買ったです。アディダスのガゼルっていうシリーズ。息子と旦那がサンバお揃いしてて、私もサンバ買おうかなと思ったんだけど似合わなくてこっちにしました。ちょっとこのピンクかわいい。これ超お気に入りで、最近はこの靴を履く格好を靴に合わせて服を決めるようにしてます。スウェードっぽくなってるんですけど、なってますね。もう4回ぐらい履いてるかな。全然疲れないです。さすがアディダス。ただ私普段 24.5 の靴が多いんですけど、アディダスに関してはだけど、この靴は、24でもちょっと余裕があるから、靴紐を結構ギュッと締めて履いてます。はい。次。私ね、スニーカーが多いかな。子供生まれてから特にスニーカーで勝負してる。なんで、スニーカーを紹介します。これも結構最新の、半年前ぐらいに買ったニューバランスの550っていう、シリーズの靴です。私緑昔から好きなんですよ。しかもあの推しのメンバーカラーが緑なんで、まあどちらかというとカジュアルな格好の時が多いかな。でなんて言ったって本当ニューバランスもね、やっぱさすが疲れないし歩きやすいし、まあ厚底ではないんですけど、さっき紹介したやつよりは若干あるかな。次、私のおすすめというかお気に入りちゃんはこちら。卒業旅行のハワイに行った時なんで、2019年の秋から履いてるゴールデングースのスニーカーです。で一個最初に言っとくね、ゴールデングースは結構こういうボロボロ系のデザインなのよ。これとかこれとか元々で、お土産に私優しいね旦那に買った、お揃いじゃないけどゴールデングース合わせで買ったこれも、まあ旦那結構履き潰してるけど、こういうのとかは元々です。この全体的に汚れてるのは旦那の仕業なんですけど、あのデザイン的には結構ボロボロっぽくなってるやつが多くって、もちろん真っ白な真っさらなやつもあるんですけど、
はい、これはもう本当にお気に入りでカジュアルっぽくもなるんだけど、意外とスカートとか綺麗なパンツとかでも合わせられるので、息子とか出かけたい時さ、息子と連れて出かける時に明らかになんかすごい崩した服装っていうよりは綺麗な服も着たいじゃん。なんだけど靴はやっぱスニーカーだよなってなった時とかによくこれをチョイスします。で、今まで紹介した中の中で一番薄底なのでちょっと疲れるかもしれないんですけど、まあ、全然許容範囲、全然大丈夫。ウェディングースの靴を集めたいんですけど、なんかこれ集めたくて買ったんですよ。1足目ずっと欲しくて、けどなんか母にこれ中古って聞かれて潔癖の私がさ、靴中古買うわけないやん。はい、次。これはもう私のことをずっと見てくれてる人はわかると思うんですけど、バレンティノのめっちゃ流行ったよね、このスニーカー。綺麗じゃない？これ洗ったんですよ。さすがに汚すぎて。これは4年になる前に買ったかな？だから3年生。だから20歳、21歳、22歳、21歳の時なんで、もう5年とかかな。最近は全然履いてません。ここが汚いね。これ。布ね。革とかだとやっぱさ、丸洗いできないので、こうお手入れをするしか方法はなくて、昔してなかったので、ね、もっと綺麗に履けばよかったけど、可愛いよね。この靴可愛いよね。なんか流行りが終わっちゃったみたいな感じするからさ、履きづらいんだけど可愛いよね。これも大好きで、本当にお気に入りのディーゼルのスニーカーです。ピンクの。またピンクかよって。っていうか、でもガゼルより先にこっちを買って、でガゼルを見てた時に旦那に、持ってませんかって言われたんですよ。ピンクの厚底の靴持ってるよねみたいな。全然違うやんとか言って買いました。これは、アディダスのよりもはるかに厚底で、はるかにでもないか。ただめちゃくちゃ重たいのですよね。なんで、ちょっとなんか疲れる。本当に疲れるし、足が痛くなるし、だからあんまりなんか遠出とかはいけない、ディズニーとかには履いていけないタイプのスニーカーですが、めちゃくちゃ可愛くって、でこれは泉南の方のアウトレットのディーゼルで確か買ったんですけど、1年前かな、ちょうど。それからディーゼルのスニーカー可愛いってなって、もう買ってはないんですけどね、チェックはしてます。ただ汚いね、またね、これもね。これはでもお気に入りなんで、全然ご飯、夜ご飯食べに行く時だけとかの外出の時は買えます。で日本だと 24.5 私サイズなんだけど、ディーゼルで言うと38になるのかな。かわいい、めっちゃかわいい。このナイキのエアフォースって有名なやつのさ、なんかちょっとカジュアル版、なんかすっごい流行ってるから同じのが嫌で、これが多分この金具がついてるやつが主流じゃん。なんだけどこれは金具がなんか多分プラスチックなのよ。っていうのはなんか黒を買ってて、私はっていうかこれも旦那に私プレゼントしたのよ。で自分でお揃いでちょっと違うバージョンの黒のスニーカーを買って、でこれはなんか母が合わなかったのかな、サイズがみたいな感じでくれました。さすがこれもナイキなので全然足疲れないし、公園とかは結構これ履いていくかな。公園履いてってる割に綺麗ねはい、っていう感じで、これはもう何でも合う気がする。ただもう全然綺麗めじゃないからカジュアル寄りで。でスニーカーで言うと、最近よく履くウノハのアシックスのブランドなんですけど、ウノハっていうすごい地球に優しいアースな感じのブランドウェア、トレーニングウェアとかヨガウェアがすごい多くって、なんか生地とかもすごく良くって、速乾性とかなんで見てみてほしいんですけど、ウノハの厚底、厚底が好きみたいね。私最近流行ってるけど、流行る前から厚底が好きみたい。厚底とかこういう大きい靴って足首がキュッて見えるのでおすすめです。で、ザラ。ザラのスニーカーね、結構優秀ですよ。37です、ザラだと私は。37、38が多いですけど。これはもうなんて言ったってすごく軽くて、真っ白じゃないんですよ。クリーム色？きなりっぽい。なんか、ピンクベージュ。薄いピンクベージュみたいな感じで、
私の好きなゴールドのラインが入ってるので、これも結構厚底で大きめだから足がスッキリして見えるタイプの靴。これいつ買ったんだろう、めっちゃ気に入ってる。なんか暖色系の服とか着るときとかにこれ合わせます。よく見るくない、私のインスタ。はい、でザラで言うとこちらの、これでもちょっと処分枠なんですけど、汚い、最近全然履いてない、これ好きみたい、このゼブラザラの白のスニーカーです。これは38です。最近はこっちよりこのウノハの白のスニーカーを履くことが多いかな。なんで履かんくなったんやろこれ、ちょっと汚いかも。そうザラね、あのね、安い、まあ、安くない価格のスニーカーもあるんだけど、ここのソールの部分が削れやすい、ザラ。これはマジなんかアディダスとかやっぱここがしっかりしてるから全然違うんよ。ほんと流行りの靴とかはいいけど、長く使うにはちょっと不向きかな、ザラの靴は。っていうと、これはほら、かかとめっちゃ削れてるでしょ、歩き方。あ、でもそうなんないか。あとこれ、ニューバランスの237、ギフティングでいただいたんですけど、これは結構大事に履いてて、息子と公園とかじゃなくてお散歩とか、あのコンクリートのところにお散歩に行くときとかに履きます。息子ニューバランスの靴多いんで汚いんですけど、こう保育園用だから汚いんだけど、ニューバランスでしょ。息子のファーストシューズ見てください、このかわいい、かわいい、これニューバランスだったんで、一緒にニューバランス合わせでよく散歩に行きました。あとこれね、あのね、めっちゃ歩きやすい、あと多分姿勢が良くなる靴だった気がする。なんか本当に歩きやすいんですよ。 24.5 でした。基本で私ね 24.5 なんだけど、まれに24とかになっちゃう。スニーカーは以上です。あとこれランシューナイキのランシューです。これ4000円ぐらいで買いました。はい、で年がら年中まあ履けるかなっていうやつを紹介していきます。スニーカー以外のこちら高かったね、一番プラダの、あの厚底じゃないスタンダードなローファーです。この子に関してはもう高かったのね、めちゃくちゃちゃんと手入れしてて、あの革のクリーム塗ったりとか。ただなんか2、3ヶ月前から私足のサイズが大きくなったりちっちゃくなったりして、靴が持ってる靴が入んないとかでかいとかいう問題が起きてて、多分むくみだろうね。なんでこの子ちょっとでかかったんですよ。じゃあきつかったから、この子で伸ばしてるっていう、まあ、保管方法ね。とにかく乾燥しないように、シワがいかないように革のクリームを塗り込んだりとかはして、めっちゃ綺麗に、汚れたらすぐに拭くとか、柔らかい布でねとかしてめっちゃ使ってます。でもこれもね、あのね、デニムにも合うし、なんかもうスカートにも合うし、ワンピにも合うし、何でも合うから、持っててって欲しい。それで言うとこちらもなんですけど、これも高かったけど、ステラ・マッカートニーの厚底の靴です。で、まあ、ステラといえば星なんで、星が入ってるやつにしたんですけど、ここ木みたいなやつかな。ただこれもかかとは削れます。てかもう重いから絶対削れると思う私の歩き方が悪いんじゃないです。もう本当に重たい、これ。ただ、あのこれもさっきのプラダと一緒で、どんな格好にも合わせられるので、一足あったらすごく便利なんだけど、本当に重たいし、これも疲れちゃうから、まあ、あのめっちゃ歩く日だな今日はっていう時にはもうおすすめしません。ザラのローファーなんだけど、もうこれはもう処分しなきゃいけないぐらい踏んだのかなです。年中使えるっていうか、っていう靴が多い気がする。年中っていうか、もう真冬無理かもだけど、これも靴下とかを白とかに履き替えたら冬でも使ってたし、これはとんがってるザラの38かな。あの私服装がすごくシンプルなんで、こういうエッジの効いたものとかをがいいなと思って確か買ったんだけど、あのぺちゃんこすぎてちょっと疲れちゃうんだけど、これはすごくお気に入りで、もう3年ぐらい履いてます。でこれは全然そんな削れたりしてないかな。これはザラの購入品じゃなくて Vlog で紹介したんですけど、でもなんかそこ取れたんですよ。なんですめっちゃ滑るんだよなめっちゃ新しいのに。これファブリックブーツ、これはもう絶対に私は置いときたい、あのザラの名品と言っても過言ではない。ヒールちゃんと結構あるんだけど疲れないし、まあ太いからね疲
からないし、あの走れるし、これはね、おすすめで、ブーツでいうとこちらとんがりピンヒールの白のブーツ、これもザラです。妊娠前に買ったんだけど、妊娠して危ないから全然履いてなかったんだけど、最近また履いてます。39だこれ私の足のサイズは日替わりかっていう感じです。で、ブーツでいうとこちらショートブーツ、これはザラですね。重たいんだけど、まあこれも結構何でも合うし、重たいっていうかでかいからこそ足がすっきり見える靴のやつ、これこんなにあるんだよ。でも全然疲れない、だ重たいからちょっとしんどいかな。これはスナイデルのブーツです。でシースルーブーツで、この子に関してはね、いっぱい写真が上がってると思うんですけど、ほらシースルーで、冬履けないじゃんって思うと思うんだけど、ニーハイじゃないな、ハイソックス黒のを履いてカイロがあったら全然冬でも履けました。つま先が四角っぽいので全然疲れなくって、このタイプのヒール全然しんどくならないんだよ。補正だな、これは本当にあの買ってよかったなっていうアイテムです。で、今ちょっとなんかこのシースルーっていうか、この網の部分が違うパターンで、今季シースルーの同じようなブーツがスナイデルから出てました。見てみてください。さっき紹介したザラのやつのなんか長いバージョン、マジで一緒、これも長いバージョン。これはあのヒールなくて、ただごついだけなんで、あの疲れません。ブーツね、最後こちらシールムリーン の, あのかかとが木製のウッドっぽい感じになってる、汚いからも 見ないでください。白っぽいクリームっぽいロングブーツです。この子も乗ってるかな、インスタによく。この子ちょっと足しんどくなるんですけど、可愛くてお気に入り。ブーツのさ、立てるやつないからさ、息子のおもちゃ入れてで、次は、もう4月に入ったので、あ、夏系のあれで行きたいんだけど、あんまなくて、夏はスリッパとかサンダル1個をずっと履き続けてるっていうイメージ、自分でなんですけど、今季新しく買ったのがこちら、購入品で紹介しているのでそちらを見てほしいんですけど、まだあったのでぜひ早く履きたい、早く履いてお出かけがしたい。こちらもザラです。で、ザラで言うとこれもザラ、去年買ったかな、37だ、裸足で履くやつは37なのかな、私これね。でもこの購入品で言ったんですけど、このね、かかとのストラップ私苦手で、絶対靴ずれするんですよ。なんだけども可愛くて、夏物全然履くもないから無理してあの履いてます。これもありました、去年のだけど。でもやっぱ私どうしても黒が多いので、足元は明るめね。あ、これね、これ去年これしか履いてなかったんですよ。あのシーンで買った多分なんかのパクリだよね、これジルサンダーかなんかの靴のパクリで、もうこれを履き潰しちゃって買い替えようかなって思ってて、でもこのまま直入れしてるんだけど、一応置いてる感じ。このここのブランド、ビーチサンダルで有名なブランド、なんて読むんだっけ、テキーズみたいなの黒の B さんです。ちょっとここがクロスになってて、これはどこで買ったっけ、ストネーションかな、ノーハーマンかな、忘れたで買いました。夏はこればっかでしたね。これとさっきのパクリのやつとしかほんと履いてないぐらい、かスニーカーんで、私は基本スニーカーが多いみたい。はい、以上が私のほぼスタメンの靴たちでした。これ楽しかったまあ靴とお皿に関してはあのこれ以上増やすとマジで旦那に怒られちゃうので、怒られるっていうかもう勝手に処分されることが約束されてるので、これ以上はねあんま増えない、まあ、増えたら1個消すようにしていきますが、以上が私の靴コレクションでした。